武家役とは、鎌倉幕府、室町幕府が付加した課税の総称である。大きな分類として二つの方法がある。まず一つは孵化の主体によるもので、朝廷が幕府に対して命じられた区役を御家人、守護、自童などに転化するものと、幕府そのものの運営維持のために幕府が独自に付加したものという考えである。もう一つは孵化の対象によるもので、 幕府と御恩と方向の関係にある御家人、守護、自賀知ららがその義務の一環として負担を行ったものとそうした関係の一般の人々や自社、荘園などが単線や胸別銭などの形式で負担を命じられる一国平均役の要素を持ったものである。鎌倉幕府による武家役は関東九字と呼ばれ御家人に対して大田文に記載された。 所領内の公電の広さに応じて付加された。これらは大きく分けて、将軍や万所などの幕府機関の運営費や諸行事や施設造営の費用と、朝廷から命じられた代理や自社の造営や鴨川などの堤防工事などがあった。その他に大番役、軍役など軍事力を持って、直接奉仕を行う武家役も存在した。現行以後、こうした負担が過重となり、 なおかつ農民への負担の転嫁が激しい抵抗を招き、鎌倉幕府体制を動揺させる一員となった。室町幕府の武家役は主に守護大名と京都の市民に対して課された。守護大名に対する武家役は守護デセンと呼ばれ、普通は国内に一国平均役として、単戦や胸別銭などの形式で徴収され、守護大名はこれを利用して、両国支配の浸透に努めた。 一方、朝廷が持っていた京都の市民に対する不可権を接収することに成功した室町幕府は、地高船、酒屋役、土葬役、馬上役などを課して多額の収入を得たほか、臨時的収入として、官合貿易による収益があり、後に御算などの善寺に対する保護と見返りとした、献金や分一銭なども収入に加えた。鎌倉幕府における、 関東五分国に当たるような土地を持てなかった室町幕府にとってこれらの収入は大きな役割を果たした。ありがとうございます。